はい、ということでですね、3D 運転教室に、またアップデートが来ましてですね、まあ、何やらちょっとコメントを、いただいたんですが、ね、公園にですね、芸術作品がございますよということで、ちょっと行きたいと思います。まあ、一応これはですね、Android 版の、3D 運転教室2なんですけど、まあ、普通版とかですね、まあ、普通版やったらどうなんでしたろ、ほいほいほいとかあるんですけど、はい、ではですね、でもちょっと待って、ちょっとパッと見た感じなんかそんなに変わってるようには見えない。おお、見えよ。すげえ、なにこれ。なんじゃこれや。いや、これなんじゃこれ。うわ、すげえやん。なんじゃい、なんじゃいこれ。うわうわうわ、なんか石の床ができてますね。石の床が入ってきます、入ってきます。なんじゃこれ。で、こういく。あー、落ちた。はい、これはですね、上まで行くのが難しいと呼ばれるですね、まあ、ね、これ現実世界にはありますからね、これ。うん、うん、ありますよ。僕、はいはいはい、ありますね、これ見たことありますね。これ現実世界にあるんですよ、実は。はい、行ったことあります。はい、ありますね、どっかにありますね。はい、ということなんですけど、あ、これほら、床がですね、ハニカム模様でございます。うわ、なんかすごい斜めっております、斜めっております。もうこれ以上行くとこないんじゃないでしょうか。はい、一旦降りましょう。うわ、なんじゃい、なんじゃこれ、なんじゃね。これね、一応人間は通れる隙間がありますね。で、下から見ると、おー、ここがどうなっておるのかなということな。あー、頭に乗っちゃっております。造形物が頭に乗っちゃっております。これはやばい、これはやばい。一体化しております、お姉ちゃんと。あー、やばい、あー、やばいやばいやばい。でもなんかね、なんかちょっと透けて見えてるんですよね、ここの部分は。ちょっとそれが面白くないなっていう感じなんですけど。あー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 、おー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 、この壁は、実はですね、塗り壁でした。この壁は実は塗り壁です。こちらも落ちそうですけども、どうなっておるのかな。うわー、なにこれ。いやー、やばいやばいやばい。あ、下からね、出れました。はい、さあ、ではですね、ここを入っていってみましょうか。なにこれ。おお、あ、ここでももしかしたら車頑張ったら通れるんか。ちょっと待って、これはですね、あー、でもガラスか、ガラスになってんねんな、ここはな。おー、意外と登れるか登れないか。お、意外と登れるような、登れないような。お、登っております。あー、でも、登り続けないと、落ちるというやつですね、これは。まあ、ちょっとずつ、まあ、フライ機能ありますけど、頑張って登ってみましょうか。まだこういうのできるんですね。あの運動会を思い出しますけど、一応登れます。斜めに行ったらより登れます。あ、ここら辺はガラスですね。はい、頑張って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 、オッケー。おーい、あ、ガラスですね。まあ、さすがにここら辺までは、行けないと思いますけど、ピョンって飛んで、はい、結構ガラスでですね、ここのガラスの中に入ったりできるのかな。はい、ちょっとですね、遠くから見てみましょうか。なるほどね。まあ、多分このガラスの部分はおそらくなんですが、中から見ると何もないように見えるんでしょうね。だからこっからこう見たら、こう入ったらええんか、こっから入ったらええんか。お、入られへんかな。
この空間入られへんがな。この空間めっちゃ入りたいのに、この空間入られへん。ほら、こっちは入れた。ほら。何ここ、何ここ。この空間は、完全に、やばやば激やば空間です。ほら。埋まってます。やばやば激やば空間に埋まってます。ほとんどですね、当たり判定がないですね。で、なぜかここら辺はあって、このガラス空間には入れないと。これほんまにどっか入られへんのかな。どっかからピュッて入れないんでしょうか。ん？来た？なるほどね。いや、隙間ないなぁ。お、ハリタンちゃん。え？あ、違うわ、こっちか。え？わからんわからん。ここに入りたいんですよね、ここに。待てよ。例えば、この、ここら辺とかどうや。無理ですね。これ入れないね、この中は。どうにかして入りたいです、この中に。この部分。でもこの部分はもう完全に、入り口がですね、ない感じですね。ここですよね。完全に入られへんな、これ。完全に閉じられております。完全閉じ状態です。え、入れた？ちゃうな。紛らわしいな。はい。ここは、当たり判定の何か。で、この柱はですね、当たり判定がございます。あー、なるほどね。これは、床から出てる部分ですね。はいはいはい。となるとですよ。となると、唯一入れそうな手段としては、もう、車で横につけてみたいな。ぐらいしかやり方はなさそうです。あ、ここ車全然いけるな。あ、全然いけるやん。おわっと、マジか。はいはいはい。うわー、ちょっとこれで、これでかっこいい全体像を映すことができないのかという目論みなんですが、意外とできなさそうですね。あーっと、これで落ちるか。という感じなんですけども、結局入りたいのはこの中ですよね。ここか。ここやな。だから、待って、いけるかもしらん。待って、ちょっと上に上がらへんくなった。これ、ベタ付けしたらいけるかもしらんぞ。これ、ベタ付けでいける可能性があります。無理かな。いや、これでも坂になってるから難しいか。てるから難しいかもしれんな。おっと、あれ動く。これか。おっしゃ、これでどうや。いけ、入れ。おー、入れた。皆さん、やった、入れました。ちゃんとですね、中から、中に立っても、ちゃんとこのガラスはね、ちゃんとこれ、お、出られへんやん。あ、ちょっと待って、これガチ出られへんパターンかもしれない。ほら、お閉じ込めたよ。お、すげえ。完全に出ることができません、これ。え、上も無理なんかな。上無理なんか。上いけんのか、これ。上はいけるか。
お、上も無理や、上も無理、うお、完全に、あ、出たな、出たな普通に出たな。どっから出たんやろ、今どっから出たか分かんないですけど、なんか出ましたね、出ちゃいましたね。これと完全に閉じ込められたと思ったんですけど、なんか簡単に出ちゃいました。これ多分もう一回乗ることはできんのか、あ、できるわ、あ、無理やな、あー、もうこれこういうやつですね、はい、無限歩きバグですね、まあまあ、バグというのかちょっと分かんないですけど、はい、ということで、まあちょっとですね、今回こういう、まあ、公園に面白いものが出来上がっておりますので、あ、すごいやんこれ、意外とシートとか作ってあるの、はい、ということで皆さんもですね、この造形物で遊んでみてください、ということでよろしくお願いいたします。